武豊騎手、谷のギムレットと札幌競馬場で再会、に対するみんなの反応。親父大人気。息子よ、これがファンサービスというやつだ。おとなしすぎて本当に親父か？感はある。親父めっちゃ従順やん、札幌緊張してるんか？親父ほんま俺を見ろって感じやな。武豊騎手が会いに来たんだって。またこのコンビの写真が見れるとはな。うわぁめっちゃいい写真、すげぇほっこりした。キムジーとタッケ再会できたんやな。正直これが見たかった。なぜか6頭もいるが、武豊とダービー勝った馬の1頭だからな、思い入れも深そう。あんたは息子の上の人、息子が世話になったな。お前もだよ。やっぱギムジー人懐っこいのね。さすがにこれだけの人は久しぶりだからテンション高そう。元気そうで何より。ダービー馬の貫禄を感じる。いつまでいるんだろう、暑い中大変そう。ちょっと落ち着かない感じだけど、柵から顔出して人間眺めたりゴロゴロしたりしてるからイライラしてるとかではなさそうかな。さすがベルサイユ公式あざとい星を。パドックの隣でギムレットグッズ売っていたよ。やっぱり人気だな。ついでいろいろ写真見たけど、やっぱりイケメンやな。やっぱダービー取れる馬って年取っても張りが違うんだな。キムジーにも長生きしてほしいよね。ベルサイユでもお客さん来るとほぼ必ず寄ってくるからね、キムジー。息子よ、父さんな、やっぱ人間が好きなんだ。人間に興味津々なギムジー、かわいい。やたらといなないて食べかすを人に飛ばしてたのはギムジーなりのファンさなの。人間大好きな甘えん坊、それはそれとして茶化尽くし暴れん坊でもある。お前とダービー勝ってもう20年くらい経つのか、ダービー3勝なんてお前くら、あれからもう3回勝ってんの？まあ2002親父の次2013絆でその次2022ドーデュースと10年に1回ぐらいのペースだから。ぷい。ぷい。ディープインパクトわらわらで草。競馬あるある、三冠馬のダービー忘れられがち。お前はダービーというより三冠で一括みたいなとこあるから。V も含めると10年で4勝してるのか。改めてやばいなこのおじさん。なんで10年ぐらいごとにダービー勝てるのか。98スペ99綾部にギムレットの方がそこら辺の時期強かったんだなで理解できる。まあそこら辺武豊の黄金期だからな。お互い年取ったなとか言ってそう。娘がいかに創生だったか実感したわ。そのまま呼び出して現世に引き止めろ。もちろんそれまでもすごいけど、やっぱりスペシャルウィークでダービーを取ってからの武豊はより輝いている。キムジーって最年長ダービー馬か？親父はむしろ外見の貫禄に年齢が追いついたというか。最年長ダービー馬やし元気でいてほしいで。ダービー制覇した時の相方は半分存命で半分高いか。まあ残りの面々も多分タッケは見送る側になるんだろうな。そういやチケゾおじいさん亡くなったから一気にギムジーが最年長ダービー馬になったのか。ダービー馬って他の2冠に比べて創生多い印象。チケゾ亡くなるちょっと前にアグネスフライトが亡くなってしまったのがね。まあ、チケゾが規格外すぎただけで、彼も十分長寿なんだけど。ダービー馬は守護馬もやるし、それも関係してんのかな。確かにあんまり長生きなのは見ないね。チケゾーは外れ値だが、サツキ賞馬も菊花賞馬も大概守護馬にはなるのでは。需要を考えるとダービー馬は確実に守護馬になれる点と供養数が多そうなのが影響してるのか。サツキ賞馬はまだしも菊花賞馬はなかなかお嫁さん集めに苦労することもあるから。キムジー3区は今年デビュー組がラストクロップ。まだいんの？そんな最近まで守護馬やってたのか。遅くまでやってたんでまだついてるっていうか、年齢的に取る手術が危ないからな、ギムレット。ブライアンズタイム直系が残る可能性がまだある。一応フリオーソから光オーソが出てはいるが、7歳でコーチで頑張っている現状を見るになかなか厳しすぎる。マジで親父の産駒から何か出てこないと本当に断絶しそう。キムジーの左目って今どうなってるんだっけ？ほぼ見えてないはず。キムジー自身は他の馬に種付けに来た牝馬にアピールするくらいお元気らしいな。
ロベルという意思送電はちゃんとやったんだけどね、ちょっとチンチンつけ忘れただけで。意思送電ロベルト真剣はグラスワンダーとボリクリが受け継いだよ。一応フリオーソが地方でめっちゃ頑張ってるからまだ20年は大丈夫なんよ。ただフリオーソからの直系で守護場候補が少ないのが痛いところ。ブライアンズタイムのサイアーラインは谷のギムレットからも繋がるのは期待したいけどほんと難しい。幅広い適性が売りだけどこれぞ王道。テニックス配合思い浮かばんのよね BTK。それゆえ薄く広がったけど明確な後継者が出なかったというか。キムさんが竹豊さんをどっかで見たことあるなって顔で見ているのが面白い。札幌住まいなのに仕事があってキムさん見に行けなくて悔しいです。本州民からすれば同民というだけで今は羨ましい。ベルサイユ近いやん、いつかは芋行きたいで。近いかなぁ。よう来たなぁバキ。虫に切れたのかキックしてたようだ。キム G に21年前なのに現役してる竹も肉体が若すぎるんだよなぁ。あいつの息子かな？キム何代目の竹豊だ。長く一線級でやってて、今年のクラシックから昭和の名馬まで幅広く乗ってるはずなのに乗り手はいつまでも若々しいよなぁ。いや竹知り合い馬多すぎひんか？いいだろ？竹豊だぜ。これなんでいなないたんだろ。何回かこんな感じでいなないてたらしい。まあ知らんとこに突然連れてかれて知らん連中に囲まれてたら文句の一つも言いたくなろう。おお、人がいっぱいおるぞー。もっと構えやー的な感じ？怒ったり苛立ってる感じはしないから、単になんとなくじゃない？イラつきもせずファンサもするしでギムジーほんと人好きなんだな。誘導馬にちゃかついて退場食らったのは実に義務らしい。クラシック3冠を分け合ったノーリーズン、騎士ミラクルともども長生きしてほしいね。父さんな、こういう細かい栄養も大切にしてかなきゃと思ってるんだ。引退馬協会の巨星たちが相次いで去った今、存命ダービー馬筆頭に繰り上がった馬だ、面構えが違う。キム様に会ってきたけどずっといなないてた、さすがファンサに余念がない。思いっきりよだれかかってたけどおばちゃん喜んでた。まあ暴れ回るような馬ならそもそもこんな一般の人の前にお出しできないしな。あや趣味の瓦割りみたいなもの由来だから。寂しがってしている疑惑が濃厚なので、人が大勢いればそりゃあまりやらん。実馬も馬娘もファンサの髪でとても素晴らしい。見た目がダンディだからギャップがあるのが面白い。息子よ、父さんモテモテだぞ。親父、この歳で出張をこなすか偉いな。谷のギムレットのダービーからちょうど20年後のダービーで同じ機種が勝つってのも不思議な話だなぁ。しかもちょっと勝ち方も似てる気がする。豊かよ、あのダービーから早20年、今はお互い隠居し悠々自適な生活か。たっけや、それ去年も勝ちましたよ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。